まあ、令和6年7月1日現在の不法残留者77,935人だったそうです。国籍もベトナムが最も多く、上位10カ国の順位に変動はなかったそうです。在留資格についても、まあ、短期滞在が最も多く約48,000人、以下技能実習特定技能と続いており、こちらの方も上位5の在留資格の順位変動はなかったそうです。以上です。